こんにちは、ナビゲーターの増野節子です。このコロナ禍におけるオンライン面接対策講座では、オンラインによる就職面接の基本を分かりやすく具体的に紹介してまいります。リアルでは想定できなかったオンライン面接ならではの話し方のポイントや見せ方、所作のポイントを具体的にお伝えしてまいります。この動画を見ながら一人でも練習できますから、早速準備を始めましょう。当日は緊張することなく面接を迎えることができるように進めてまいりましょう。途中大事なポイント部分で登場する赤木さんと平沢さんです。どうぞよろしくお願いいたします。赤木です。よろしくお願いいたします。平沢です。よろしくお願いします。インターネットが浸透する中、2020年には新型コロナウイルスの影響で就職面接も変わってきました。リアルで行われていた面接がオンライン上の面接スタイルへと変化してきました。今や企業は会議や営業など数多くの企業活動の場面でオンラインコミュニケーションの普及に取り組んでいます。このような背景の中で、これからの時代の就職面接はオンライン上で実施されることがスタンダードになってきています。オンラインならではの就職面接のための対策が必要となってきます。一方、最終選考はやはり実際に本人に会って決定する企業がほとんどです。オンラインでは見極められない諸々のことを会ってお互いに確かめるということでしょう。リアルでの面接対策も合わせて必要です。この講座ではリアルでもオンラインでも必要な面接対策と、オンラインならではの面接対策として気をつけたいことやマナーについてお伝えします。面接のスタイルで多いのは一次面接、二次面接、そして最終の三次面接へと進んでいくパターンです。段階ごとにそれぞれポイントがありますので、よく把握して準備していきましょう。